私はあなたを愛している。あなたは高価で尊いとイエス・キリストは皆さんに語られています。イエス・キリストはこの横浜の地を、イエス・キリストは皆さんを愛しています。皆さんイエス・キリストに行きましょう。イエス・キリストを知りましょう。イエス・キリストによって解放があります。イエス・キリストによって罪の許しが与えられます。イエス・キリストはあなたの救い主。イエス・キリストはあなたを愛しています。皆さんイエス・キリストのところに来る時が来ました。イエス・キリストを死ぬ時が来ました。人間は肉体的な存在だけでなく霊的な存在です。誠の神様を礼拝するように語られています。イエス・キリストは皆さんに語られております。私についてください、私を信じなさい、私に信頼しなさいとイエス・キリストは皆さんに語られています。皆さんイエス・キリストのところに行く時です。今が救いの時、恵の時となりました。誰でも主イエス・キリストを信じならばあなたは救われます。イエス・キリストによって解放されます。イエス・キリストによって病が癒されます。今救いはこの日本に来ました。日本のリバイバルは来ました。イエス・キリストをただ信頼し、イエス・キリストに従うだけです。皆さんイエス・バラと信じます。イエス・バラと愛しています。イエス・キリストはあなたを命がけで愛しています。皆さん救いはこの日本に来ました。ただこの十字架です。皆さんこの十字架、自分の十字架を追って私に従いなさいとイエス・キリストは語られています。この十字架に力があります。十字架に力があります。十字架のこの地に寄せて解放が与えます。皆さんぜひこの十字架を知りましょう。イエス・キリストご自身を知りましょう。今が救いの時、恵みの時となりました。イエス・キリストを救う時が来ました。イエス・キリストを受け入れましょう。イエス・キリストを受け入れましょう。今その救いが来ました。イエス・キリストを受け入れました。自分の十字架を追ってイエス・キリストに従ってみましょう。イエス・キリストを知りましょう。イエス・キリストの命、イエス・キリストの平安、イエス・キリストによる解放があります。皆さんの心を解放してください。イエス・キリストを心の中に入れましょう。イエス・キリストは皆さんの救い主です。イエス・キリストを知りましょう。イエス・キリストを知りましょう。イエス・キリストを知りましょう。Thank you.
1回のメールやつは10時間にかかった月期は今抜き取られます。2000年前死んだだけであります。復活して今も生きています。その生きている神は聖書の神は生きています。死んだ神は人体仏閣がいっぱいいます。800万日本にいます。死んだ神は800万います。日本にはそんな神にお賽銭投げても全部無駄なお金であります。1万投げようが10万投げようが全部どこに捨てたかもらっております。しかしながら聖書のイエスキリストを信じるならば天国へのパスポートがこの場所で今発見されます。イエスキリストは主であります。この方は天国へのパスポートを発行してくださいます。死んだ神は神社仏閣にいる。しかしながらそれらの神社仏閣にいる神は全ての人を地獄に導いてしまう。しかしながら聖書のイエスキリストを信じるならばこの十字架をかかったイエスキリストを信じるならばあなたは天国へのパスポートがこの午後発行されます。イエスキリストを信じるならば人として受けるならば聖書の神は生きている神であります。この生きている神を信じるならばあなたは天国へパスポートが発見されます。十字架に2000年前かかった歴史の事実が何を意味するのか。イエスキリストが死んだのはあなたのためであります。あなたが地獄に行くのを防ぐためであります。悪魔はあなた方を地獄に連れて行こうとする。神社仏閣いろんな宗教を通してその教えを通して地獄へ連れて行こうとする。しかしならイエス・キリストはもう十字架にかかって全ての人の罪の身代わりとなって私たちを天国へ導いてくださいます。十字架にかかった歴史の事実が何を意味するのか聖書が語っています。聖書の中に語っています。私は夢物語を語っているのではない。聖書の中に語っていることを今語っています。十字架にかかった歴史上の人物イエス・キリストは歴史の事実であります。この歴史の事実が何を意味するのか聖書の神が言っているということであります。イースター教会ではクリスマスと同時にイースターをやります。イースターでイエス・キリストを復活することを祝います。イエス・キリストは生きた神であります。生きた神をあなたが信じるならば天国へのパスポートがこの場で発行されます。神社仏閣800万の神は日本にいっぱいいます。全部嘘っぱちの神であります。それなのに1万投げようが10万再生投げようが全部無駄な金になります。しかしな聖書のイエス・キリストに出会うならばあなたの心には平安が出れ真の喜びが出ります。天国はあなたのものとなります。この母国あなたがそのことを受けならばこの子も今でもイエス・キリストを受けならば天国へも約束されます。何も心配もありません。日本の経済政治は悪くなる一方であります。よくはなりません。消費税が 8% になり 10% になり経済は悪くなる一方。しかしなら聖書のイエス・キリストだけが希望があります。私たちの希望は聖書の中のイエス・キリストであります。この方はあなたが死んならば天国へのパスポートはこの午後発行されます。聖書は書いています。死後に天国と地獄があることを。神社仏閣は天国じゃなくて地獄の方へ導いてくれる。しかしならイエス・キリストはこの天国へ私たちを導いてくださいます。それは聖書に書いてあることであります。私たち稲物語神話を語っているのではない。聖書の歴史の事実が何を意味するのか歴史の事実が何を意味するのか語っている。十字架かかった歴史の事実。日本人はクリスマス赤ん坊のイエス・キリストしか知らない。しかし赤ん坊で終わったのではないことをどうでしょうか。33年間の生涯がありました。その33年間の生涯を通して神様が愛であることを伝えています。そのイエス・キリストを信じるならば天国のパスポートはこの場所で発見されます。また知ってでしょうか。日本人はクリスマスをしか知りません。赤ん坊のクリスマスイエス・キリストは知りません。しかしながら33年間の生涯がありました。33年間の生涯を通して神が愛であること。神は愛、ハートマーク書きました。神は愛です。聖書が言っているのは神が愛です。あなたのことを知っています。ジーザス・イザ・サン・ナブ・ガイエス・キリストは神のことを見れます。ジーザス・イザ・サン・ナブ・ガ If you believe Jesus you go to heaven but you believe another religion you go to hell。他の宗教の出会いならば全部地獄に導いてくださいます。日本でいろんな神がいます。エビスター商売繁盛の神がいます。商売繁盛になるんでしょうか。それを本当に商売繁盛になれば私も行きたい、ね、しかしならそんなの全部突破しております。